ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。はい、今回はおいしんぼ DS レシピ集。今日も元気にレシピ紹介したいと思います。さあ行きましょう。今日のおす、あ、また豆腐ですね前回作った湯豆腐、今日は何にしましょうかね。揚げ豆腐丼。胃にも優しい出汁が決め手の出汁茶漬け。レベル1じゃないんだよねこれ。でも30分だからな。迷いますけどね。これにするか。うずめ飯。さあ行きましょう。原作を見る。昼休み、優子の、大学の同級、相談に乗ってくれとやってきた。夫が毎晩遅くにしか帰らず、夫婦仲がうまくいっていないという。ほうほう。毎晩帰宅前に一人居酒屋で時間を潰す夫を見た山岡は、問題は美代子の料理にあるのでは。本当か昆布とたっぷりの鰹節って、ああもう、美代子さんの料理に問題があると決めつけてるんですね。干し椎茸の戻し汁も出汁に加えて、豆腐は1センチ角、椎茸は5ミリ角、人参はもっと細かく切る。それを出汁で煮て、醤油と酒で味を整える。おー。出汁がよく効いてる豆腐と人参と椎茸と、素朴だけどなんて贅沢な味だ。これ、うずめ飯というのよ。うずめ飯。うん、こりゃ酒の後に最高だよ。おかわり。え、おかわり作ってんのかな。はいはい。何ヶ月ぶりかしら、私の作ったものを食べてくれるなんて。いやー、こういう料理ならどんどんおかわりでも何でもするさ。大丈夫よ、二度とあなたをお袋の味の店なんかに取られないわ。え、なるほどね。なんてわがままな旦那なんでしょうか。さあ、材料確認してみましょうか。結構いっぱいいるんだね。豆腐一丁、干し椎茸3、人参、薄口醤油、日本酒、海苔、わさび、三つ葉、ご飯ね、昆布、鰹節、なるほど。じゃあ作った、器具も分かるみたいですよ。包丁、まな板、鍋、これ何、菜箸、あるとよい。 OK、 作りましょう。貝原雄山出た。昆布と鰹節に加え、干し椎茸のふっと立ち上ってくる香りが風味を高める。具は硬いものほど細かく刻んで食感を揃えることが大切だ。そうなんだ。硬いものほど細かくだって。覚えておきましょう。また出汁の味を際立たせるために薄味用意。早速始めましょう。調理開始。了解。山岡さん、昆布と鰹節の出汁を取ります。昆布と鰹節の出汁を取る。はい。干し椎茸は水につけて戻し、その戻し汁は出汁に加えます。へえ。椎茸は5ミリ角、人参はさらに細かく、豆腐は1センチ角に切ります。
1センチ角って結構ね細かいよね。うん、人参はさらに細かく。ははは。人参、カロテンという名称が人参の英語名キャロットに由来する。有機栽培の人参をおすすめしたいね。分かってるんだけどね。椎茸は5mm 角、人参はさらに細かく、鍋に出汁を張り、具を入れて煮ます。出汁を張り、具を入れて煮ます。切るのが結構めんどくさい。なんだ、勝手に動くときあるんだけどな。これ鍋に出汁を張り、具を入れて煮ます。日本酒を加えてひと煮立ちさせ、薄口醤油で味を整えます。日本酒、家にないんだけどな。日本酒ってよく出てきますよね。勝手に動く。日本酒は大きく米だけで作った純米酒とアルコールを添加したものとに分けられる。味の伸びやかさ、柔らかやはり純米酒が上だね。また日本酒を作るには米のでんぷんが必要だけど、純粋なでんぷんはなんだか、日本酒だけでこれ語れるよね。今ね、たまたまね、あの図書館でおいしん坊の漫画があったんでね、今ちょっと10冊ぐらいおいしん坊借りてきたんですけど、さっき読んだ4巻だったかな、日本酒ね、この話してましたよ。そうそう、日本酒もね、そのワインと同じように保存しないといけないというね。深いね。日本酒を加えて一茶碗にご飯をよそい、具をかけて、のみのり、わさび、三つ葉をのせます。のり、わさび、三つ葉をのせます。うずめ飯出来上がり。なるほどなぁ。うずめ飯ね。うずめ飯っていう名前がちょっとね、ネーミングがピンとこないけどなぁ。いやぁ、これはまあお茶漬け代わりにっていうかね、最高の贅沢品。今回はうずめ飯でした。いや、まだまだあるよ、おすすめレシピ。次回もお楽しみに。さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。